ヘンダーソンはアメリカ合衆国ケンタッキー州西部ヘンダーソン郡のオハイオガー沿いにあるケンタッキー州第二東急都市であり同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査での人口は28,757人だった。インディアナ州にまたがるエバンズビル大都市圏に属しており、造語でケンタッキアナあるいはイリノイ州にも近いので三州地域とも呼ばれる。 エバンズビルサイ南端の都市圏として人口は58,702人と、州内の広域都市圏人口第12位、都市圏人口は同じく9位、周辺の小都市を合算する人口統計で、州内14位である。ヘンダーソン氏とゆかりのある著名な人物として、この町に暮らしたジョン・ジェームズ・オーデューボンは、鳥類学者で、博物学者、画家であり、ブルースの伝説的存在である。 W.C. ハンディの生まれ故郷である。私、ま、は100年以上にわたって南部チェロキー族が住むところとなっている。使命はリチャード・ヘンダーソン大佐から取られた。ヘンダーソンは18世紀のパイオニアであり、土地投機家だった。ヘンダーソンと親交のあったサミュエル・ホプキンス将軍とトマス・アリンが名付けた。ヘンダーソンはオハイオ川の岸の小さな一ブロック幅の大乗地が始まりであり、 現在の川も船着き場のすぐ南にあるオーディボンミル公園の場所にあった。この場所にあった村は、そこの赤っぽい、粘土土壌のゆえに、地元チェロキー族から、レッドバンクスと呼ばれた。1790年代初期までに、レッドバンクスには、チェロキー族以外に、坂場一軒とヨーロッパ系アメリカ人の家屋数軒があった。1792年11月16日、 住民のロバート・シンプソンが、歴史ントンのアレクサンダー・ディオア・大佐に手紙を書き、怪しげな性格だと考えられる30家族を扱うために、レッドバンクスに治安判事を指名してほしいと要請した。この頃、レッドバンクス開拓地は、西に移動する無法者やその家族にとって、フロンティアの退避地として悪名が高かった。そのような家族の一つに、サミュエル・メイソン治安判事の家族がいた。 この頃までに、チェロキー族以外の自由男性住人は62人になっていた。エリザベストンのシカモアショールズで購入されたトランシルベニア購入地と、高野道路1775年3月17日、ノースカロライナ州のハンジリチャード・ヘンダーソン大佐と、そのトランシルベニア会社が、シカモアショールズで1200人のチェロキー族と会合し、オハイオ川、カンバーランド川、 ケンタッキー側に囲まれた土地1700万エーカー以上を購入して白人開拓者に販売することにした。トランシルベニア購入地と呼ばれたこの土地の販売はバージニア州議会によって無効とされた。この領土はバージニア州が王室直挙で得た土地の部分だった。しかしバージニア州はヘンダーソンとその会社に20万エーカーの土地の開発を認めた。そこは グリーン川とオハヨ川の合流点にあった。ヘンダーソンはダニエル・ブーンを雇用してこの土地を測量させ、好みの土地を選ばせたが、町が開発される前にヘンダーソンが死んだ。サミュエル・ホプキンス将軍と測量士のトマス・アリーンが1797年にレッドバンクスを訪れ、後のヘンダーソンとなる町の区画割りを行った。 同年、ケンタッキ州議会により正式に町が設立された。この新しい町の計画ではっきりした特徴は、異常なくらい広い通りであり、火事が起こった場合に1ブロック以上に広がるのを防ぐためだったとされている。放射状に配置された駐車スペースが中心街の今日、ある通りをかたどっており、通りは2方向の通行路を取った上に、配達用のトラックが通りの中央に駐車しても邪魔を。 しないほどの広さがある。1799年10月29日、ヘンダーソン市の国勢調査で人口は183人だった。ヘンダーソン軍には人口423人、奴隷207人、馬412頭だった。1801年、町に郵便局が設立された。正式に法人化されたのは1840年1月21日だった。 19世紀半ばまでにヘンダーソン軍はタバコの主産地となり生産されたタバコの多くがイギリスに輸出された。この地域は世界最大のダークタバコ生産地であり大型タバコ倉庫や茎取り機がヘンダーソン中心街に点在した。この時代の絵葉書では馬やラバが引く荷車に高くタバコを積み上げ川を下る船に積み替える順番を列を作って待っている様子が描かれている。 タバコの加工業者数人がかなりの財産を積み上げることになった。第二次世界大戦の直前、ヘンダーソン氏は世界のどの都市よりも一人当たり100万長者の数が多いと言われた。しかし、イギリスが戦後に輸入タバコに高い関税を課し、軍都市の輸出市場を破壊した。タバコ倉庫や工場が閉鎖され、街の経済要素が逆転した。 最後のタバコ施設であったペネル通りのソーパー、タバコ倉庫が1984年に閉鎖された。ヘンダーソン市は20世紀に入っても地域の中心であり続けた。事業が中心街に集中していた。20世紀初期市内にはかなりの地区と外閣部があった。その中にはオーデュボン、ウィーバートン、オーデュボンハイツがあった。オーデュボンと ウィーバートンの一部はイーストエンドと呼ばれることがあり、ヘンダーソン市中心街に次いで2番目に大きな事業地区となっている。自然災害1800年代後半から1900年代初期に異常気象が続いた。1901年の巨大みぞれは2月の3週間売り続け、土地の道のために馬に特別の停鉄をつけなければならなかった。 1908年ヘンダーソン地域は高温と干ばつとなり、オハイオ川の流れが著しく減った。ヘンダーソンデリーグリーナーが、少年たちが昔の川床の真ん中で毎日野球をしていると報告した。事業にすべて逆風となり、閉鎖を強いられた。ヘンダーソンの記者は小さなガソリンボートでも走らせるのは本当に難しいと記していた。 1914年6月20日、ヘンダーソンはベビーサイクロンに襲われた。地元歴史家で新聞記者のジャック・ハジョンスは山うずらの卵ほどもある氷が10分間も降り、強風が大きな木を根っこから倒した。市内の木陰樹木の大枝をねじ曲げたと記していた。市内の北部ではいくつかの建物が吹き倒され、小麦の保管分が散乱した。この嵐は30分間以上続き、 農地全体で穀物をなぎ倒した。電話線が損傷を受け、ひによって、首都軍の窓が割られた。その26日後には、竜巻が発生し、二人が死亡し、町の多くが破壊された。1937年、オハイオ川流域で18日間に21インチの洪水があり、洪水を起こし、広範な損害を及ぼした。 崖上にあるヘンダーソンはかろうじて大きな被害を免れたが、川沿いにあるピッツバーグ、シンシナティ、ルイビル、エバンズビル、パデューカなど、各市が被害を受けた。ヘンダーソン・グリーナーとイブニング・ジャーナルの出版社、リー・ハリスは、ヘンダーソンは川の上にあったが、その中にはなかったと記した。この好都合な位置にあることで、ヘンダーソンには新しい企業を引きつけることになった。 ヘンダーソン氏は、北緯37度50分8秒整形87度34分51秒、北緯37.83556度整形87.58083度、37.83556マイナス87.58083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.1平方マイルであり、 このうち陸地15.0平方マイル、水域は2.1平方マイルで、水域率は12.36%である。インディアナ州とケンタッキー州の宗教は1792年時点で、オハイオ川北岸の低水位線として定義されており、1812年、ニューマドリッド地震によって、川が流れを変えたために、ヘンダーソン郡の小部分に区分される。 一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内にはアルミ製造り、自動車と応用部品、プラスチック車出成形工具と型製造、食品加工、リサイクル材料加工など多くの製造業がある。2008年6月、ヘンダーソンの雇用者2205万人のうち、ほぼ12%が政府関係の雇員だった。州内でも、 石炭生産量が多く、2004年には280万トン以上が産出された。ヘンダーソン軍教育学区には小学校8校、中学校2校、高校1校がある。精神障害や身体障害のある生徒の学校、地区内の別の学校を中断した生徒のための代替学校もある。ホリーネームオブ・ジーザス・カトリック学校という教区学校がある。 ヘンダーソン市の高等教育機関は、ヘンダーソンコミュニティカレッジがあり、また、マレー州立大学の衛生キャンパスもある。さらにエバンズビル市にある、オークランド市立大学エバンズビルセンター、エバンズビル大学、南インディアナ大学も利用できる。毎年様々な行事や祭りを開催している。ヘンダーソンブレックファーストライオンズクラブは、 毎年4月半ばに非営利組織のための資金を集めるストリート祭トライフェストを開催している。6月半ばにはハンディブルースバーベキュー祭、8月にはブルーグラスイン・ザ・パーク・フォークライフ祭もある。毎年のバーベキューは1926年7月18日日曜日にヘンダーソン貨物駅従業員がアトキンソン公園で始めたものに遡ることができる。 よく知られた食品はコヒツジ、バーグーなどである。ブルーグラス・イン・ザ・パーク・フォークライフ祭は国内でも最大級のブルーグラス祭である。ヘンダーソンでも最古の継続開催される音楽祭であり、2010年に連続25回目を迎えた。過去に公演を行った者には、ビル・モンロー、エミリュー・ハリス、アリソン・クラウスとユニオン・ステーション、リッキー・スカグス、ジョン・ハート・フォード、 グレン・キャンベルなど著名なブルーグラスのアーティストがいる。この祭りは、地元の生活様式と文化を、レクリエーションフォークライフ、機能的なフォークライフ、クレンフォーク音楽、伝統料理、地元の伝統と統合された外国文化などと共に展示している。グリーン川芸術工芸祭は10月初旬の週末に、ジョン・ジェームズ・オーデュボン州立公園で30年以上も続いている大きな行事であり、 グリーン川地域開発地区が組織している。ブルースの伝説的存在である W.C. ハンディがヘンダーソンで10年間近く生活し、その後、曲を書き始めた。ルイビルクーリエジャーナルのジョーク・リーソンとのインタビューで次のように語っていた。私はヘンダーソンで曲を書かなかったが、私のした経験、見たもの、聞いたものが、私の人種のある。 主音楽特性に定着したと認識したのは、そこでだった。そこで私は、私の人々の音楽を喜び、続いてブルースが生まれた。その日から私の経験を、ある種の音楽にすることを考え始めた。これは、ハンディの死の数年前のインタビューだが、死後の1973年3月9日になって、公表された。ヘンダーソンでは、毎年国内最大級の屋外無料、 コンサート、ハンディ、ブルースバーベキュー祭を開催して、ハンディのことを祝っている。1992年の映画、プリティリーグはいくつかのシーンがヘンダーソンで撮影された。例えば両のシーンは、メインストリート北612にある、ケンタッキー州知事とアメリカ合衆国上院議員を務めた、オーガスタス・スタンレーの家で撮影された。エリス・パーク・ヘンダーソンの呼び物は、 エリスパーク競馬場であり、当初はデイドパークと呼ばれていた。この公園は1922年にサラブレッド競争場オーナーたちの組織であるグリーン川ジョッキークラブが建設した。エリスパークはオハイオ川のインディアナ州側にあるが、インディアナ州エバンズビルの上水道と小ー,ー道路から南オハイオ川まではヘンダーソン郡の領域である。北アメリカ競馬協会によれば、 エリスパークは来た、アメリカにあるサラブレット競馬場65カ所の中で、かけごとのチャンスが良いことでは、第6位になっており、ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場の次に来ている。1994年、ヘンダーソン・レクリエーション協会が、ベイブルースリーグとの契約に署名し、この年のバンビーのワールドシリーズを開催した。これは、市が大きなスポーツ行事を開催した初めてのことだった。 パークフィールドがそのシリーズの開催場所と考えられていたが実行側がそこはリーグの要求に合致していないと言った。市はより大きく設備の良いスタジアム建設を迫られた。建設計画は1992年に始まり、1994年初期に改修して座席数は5500席まで上げられた。この計画の一部としてグラウンドの表土も再調整され、 他にも多くの改良が加えられた。1994年8月10日、1994年、バンビーのワールドシリーズの第一球が投じられた。数多い野球ファンがパークフィールドに詰めかけた。アメリカ合衆国国内とバージン諸島からの代表チームが1週間の日程で歯を競った。ワシントン州ケニウィックのチームが優勝した。その2年後、 私はサイドシリーズを開催することに決めた。24時間テレビ局がこの行事に当てられることになった。開催中に、地元新聞のザ・クリーナーがこの行事の特別プログラムを掲載し、全チームのデータ、バイオス情報、写真が含まれ、ホストチームである、ヘンダーソンオールスターズの野球カード取扱いが掲載された。1996年バンビーのワールドシリーズは8月17日に、 始まった。ヘンダーソン・オールスターズは決勝まで進出したが、これはそれまでのホストチームができていなかった快挙だった。決勝では、カリフォルニア州オークランドのチームが8対4で勝った。ヘンダーソンの青少年野球は、1949年から1950年に、地元 YMCA で、ウィリアム・ヒーブ、ジェームズ、ハンク・ハーポール、上下部が介して、組織化が始められた。 全国のリトルリーグへの加盟も認められた。オハイオ川の高い岸沿いにある埋め立て地を再生し、2つのリトルリーグ用野球場と1つのポニーリーグ用野球場に変え、パークフィールドと呼んだ。この地域は市民公園に隣接している。一時期は地元のハムラジオクラブの本部ビルがあった。ハーポールがこのリーグを支える幅広い活動を指導した。市内で多くのチームが生まれ、 別に野球場も開発された。ハーポールは後に、修学前の女児を含む、ティーボールリーグも設立した。地元の新聞は、日刊紙、ザ・グリーナーと、エヴァンズビルクーリエプレスの都市部版がある。どちらも EW、スクリプスカンパニーが所有している。ヘンダーソンは、エヴァンズビルメディアマーケットに入っており、国内のテレビ市場としては、第101位の規模である。また、 ラジオ市場としては第161位である。地元で所有されるラジオ局は AM1 局のみである。オーエンズボロやマディソンビルの放送を聴取できる。ホートキャンベルやテネシー州、クラークスビル、パデューカの放送も入る。アメリカンブロードキャスティングカンパニーの系列局が市内にスタジオと送信等を構えているが、免許はエバンズビルから得ている。 ありがとうございます。